蘇花航コー臨海急道。台北客運の海遊号車両蘇花航コーは、台湾東部の宜蘭県とカレ県の間を南北に、走る、衝道の愛称で、第九戦の一部である。宜蘭県総王陳の白米橋を起点とし、南方、沖、東王、南、王、武藤、関門、大濁水橋、和平、和中、和人、清水ラ街、ストク。 ふとしろ大橋、三三、警備、北穂などを経て、かれ県けん市の中西路に至る全長約9 6トルの道路である。1874年に建設が始まり、1876年に完成し、日本統治時代には数度の改修を経ており、1932年に完成した、 全長1 0 0 5 2 4トルの自動車道で臨海航路と命名された。1949年10月以後は航路局の管理におかれ、1974年から1990年にかけて道路拡幅及び改良工事が行われ、完成までに16年4ヶ月かかった。1990年12月25日に交通完成が解除された。この道路は、 戦後に小道台急戦へ編入された。地元での故障は、蘇花航路である。1990年に、台湾発の高速道路建設構想、関島高速道路号発展計画が策定されたのが始まりである。1990年代が始まると同時に、交通部が蘇花航路三ンクロ段改善計画を策定。2008年11月10日に、 行政院が承認された計画を実施した。2011年1月29日に建設が始まり、総東、王館は2018年2月5日に開通し、残りの南を和平館、和中大大清水館も2020年1月5日に開通。全線開通後は、台北市から河連市までの国道客運北花線、海遊号が、東を貫客運、 台北客運、首都客運により運行される。過去にも北花線は運行されていたが、鉄道の北巡る線が開業以降は、乗客源が続き一度廃止されており、約20年ぶりの復活である。また、同日より短距離便として、国光客運とくずめら客運による総都か連ん間の路線バスも運行を開始した。このキロポストは、総用来座第9。 山海省随敵475栗104系、200系素花航路を参照。中華民国統治時代は、戦後という略称を用いる。ありがとうございます。